皆様おはようございます。今日はビログマス Day 13 12月13日水曜日です。今日でタカ君が亡くなって1年になりました。もう何時だろう。ずっと私ここで外見てるんだけど、お昼過ぎたと思います。昨日お父さんは帰ってくるのが遅くって、本当はね帰りにお花を買って帰ってきたかったらしいです。でもちょっとねあんまりにも遅くなっちゃって寄らずにまっすぐ帰ってきたって言ってました。私はねお花なんていらないから気持ちで十分だなってその時思ってました。だからね昨日はお父さんねみんなと一緒に寝たかったみたい。朝はみんなで外に出て届くいないかなって外にいた、これには見えなかったって言って帰ってきました。いつからかな、多分8月以降ここでこういう風にお話ししてないと思うんですけど、たまたまねビログをお休みにする日が9、10、11と13日だったんですよね。この1年ねいろんなこと考えていろんなこと思ってお伝えしたいこととかいっぱいあるんだけど、全くね話がまとまってません。まとめられる内容じゃないんだと思う。まずねもう1年が経ったっていう風には思えない。あっという間すぎた。ずっとこれは話してると思うんですけれども、時間の流れがおかしくて早いようで長くてすごく変な時間なんだけど、今思い返すとあっという間、もう1年って思ってる。彼がねいつも足元にいてちょっと姿が見えなくても呼んだらさーっとやってくる、そういった日々がねつい先週のように感じる。1年経ったとは思えない。この1年間はねどんなに忙しくてもどんなに楽しい日でも喜んでいても幸せでも1日に1回ね必ずトトのことを考えて涙が出た。こんなに泣いたのは初めてだと思う。こんなにね毎日泣くことなんて今までなかったから、物心がついた後は。旅行にも行ったし日本にも行ったし、寝る前に私今日一日のこと考えて、ああ今日もいい一日だったなって思って寝るんだけど、その時に必ずトトのこと考えてたな。普段の生活している時は私一人の時間が長いから、もちろんさサニ君もポミ君もサムちゃんもいるけど、人と過ごす時間がすごく少ないので、お掃除していたりお料理していたり、あとはねお散歩している時かな、トトのことを考えることが多かったなと思います。特に掃除している時かな。彼のことを考えようとか思うんじゃなくって、自然とね思っていたんだなって思うんだけど、あー彼はこういう子だったな、こういうことしたな、ああいうことしたな、楽しかったな、幸せだったな、嬉しかったな、ありがとうって、そう思うことがほとんどでした。ポミはね去年の彼と比べるとねとてもね老けたと思う、老いたなって思う。別にその病気がどうのこうのとかじゃなくて、見た目とかもねすごく変わったし、もともとすごくのんびりとした子でマイペースだったけど、お父さんは精神的に負担が大きいのかもしれないって言ってた。どうなんだろう、その辺はよくわからないけど、でもね私ポミくん見てて思うことが一つあって、ポミがね教えてくれたことなんだけど、彼はマイペースだし揉め事が大嫌いで、何かあるとスーッといなくなって巻き込まれないようにするんだけどさ、今までずっとそうだった。うちでサニ君とノド君が揉めてもそうだし、お外に行ってもそうだったんだけどね、サムちゃん来てからさ、何かサムちゃんにあるとスッとサムの前に立つんだよ。あれどこから来たっていう感じでスッと出てくるの前に。サムがサニ君にちょっかい出して追いかけられてさ、キャンキャン言ったらさスッと出てくるし、夏の終わりにね海に行った時に知らないワンちゃんに追いかけられた時もスッと前に出てきた。最初はねあれこんなことする子じゃなかったんだけど、やっぱりお兄さんになったんだなって思ってたんだけど、もちろんそうお兄さんになって群れのね若い者を守ろうっていうね、そういうリーダーの気持ちがもちろんね群れで生きる生き物だから自然と芽生えるんだとは思うんだけど、私はポミこれトトの真似してるんだって思って、ポミねトト君に守ってもらってたことを覚えてるんだと思って、こういう風にしてもらってたっていうことを見て覚えてるんだと思って、だからねさっととっさにその行動を取ったんじゃないかと思ってるの。それは私のいいような解釈かもしれないけど、焼き付いてるんだと思うんだよね。トト最後
牙をイーって向いてものすごい怒った顔をしてたって私以前お話ししたと思うんですけど、きっとね庭に入ってきた侵入者とポミの間に入ったんだと思う。ポミはね守られたことを知ってるんだって思うんだよね。だから自分もね守るんだと思う。あ、そうかもしれないって気づいた時はね、散歩に出てる時だったんだよね。その時もね、他のワンちゃんがちょっと近寄ってきた時に、さっとサムちゃんの前に出たの。トト君がね、ポミを守ってくれたんだねって言ったらね、ニコ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 してこっち近寄ってきてた。あー、そうなんだって私思って。お家までの帰り道ね、ボロボロ泣きながら帰った記憶があります。サニ君はペースを乱さないなって思う。何も分かってないわけでもなく、感じてないわけでもなく、彼はよく知っている、よく分かっている。だけどペースを乱さない。すごい強いと思う。本当に強いと思う。サニを見てるとね、私はなんて弱いんだろうって思う。サルちゃんはね、彼女今日で生後半年になりました。もらってきた時は6週間だったから、すごく大きくなったよね。手に乗るサイズだったんだけど、もちろん今も痩せてるし、小さいからとっても軽いんだけど、もう赤ちゃんじゃなくなったなとは思うよね。手術もして。彼女が来てくれたことを本当に私は嬉しく思っています。うちがね、賑やかになったし、新しい命、キラキラしてて、パワーがすごくあって、今はもうね、うちね、彼女のペースで動いてるような気がするんだけど、すごい暴れん坊さんだけどさ、女の子だなって思うところがいっぱいあるから、甘えん坊さんだし、人や動物の心をつかむのがうまいよね。彼女が生まれたね、6月13日は、トトが亡くなってちょうど半年目の日なんだけど、あの日も私、Vlog 撮ってたと思うんだよね。で、こうやって話をしてたと思う。その中では話しなかったんですけど、トトと話をして、トトがいないとね、寂しいし、悲しいし、私は泣くけど、トトは自由だよっていう話をしたんです。ママはね、泣いてばっかりいるけど、だけど大丈夫だよ、トトは自由だよって。好きなことして、好きなところに行って、だからね、冒険に行こうかって話をしたの。彼はね、きっとね、ちょっとだけ冒険に行ったんだと思う。で、サムちゃんを連れてきてくれたんじゃないかと思います。ちょっとだけ冒険には行ったけどね、うちに戻ってきてるんだなって思ったことがあって、こういう話をね、たくさんの人にするのはあれかなとは思うんですけど、どのぐらい前だったかな、旅行帰ってきた後だったと思うんだけど、私ガレージに行って洗濯物して帰ってきた時に、左手側の窓から見える端っこら辺かな、コンクリートと土の間のところに、ふわっとね、トトが仁王立ちしてね、木の柵のね、向こう側をじーっとね、見つめてた。彼はね、家を守ってた。じーっと外をね、睨みつけて。それで私、もう大丈夫だからお家入ろうって言ったの。いいからお家入ろうって。そしたらね、ふっと私の横横切って家の中入ったんだよね。今もね、必死に家守ってる。彼は未だにね、杉本防衛隊してる。守られてる。うちは守られてるって思いました。今ね、この見ている景色もね、何もかも全てなんだけど、今この瞬間にしかなくって、変わるものがないんだよね。今は今しかない。何一つ変わるものがないんです。それはね、景色だけじゃなくって、命あるもの、形あるもの、全てそうなんだよね。変わるものは何一つないわけ。お父さんもだし、サニ君も、ポミ君も、サムちゃんもね、そして私もね、どこをどう探して何をしても、自分に変わるもの、その人に変わるものはないの。それってすごいことだよね。よくね、仕事とかしてるとさ、自分の代わりなんていくらでもいるかなって思ってたんだけど、違うよね。自分の代わりはいないもん。自分っていう存在の代わりになるものはない。自分の代わりにこれをしてくれる人はもしかしたらいるかもしれないけど、それは甘えだよね。もちろんさ、人は一人で生きていけないから、協力しなきゃいけないし、お互いに補っていかなきゃいけないから、助けることは必要なのね。自分の代わりにこれをしてくれる、助けてくれる人っていうのはたくさんいるかもしれない。自分の代わりになる人も、誰かの代わりになる人も、何かの代わりになるものもなくって、代わりがないからこそ、その一つ一つはすごく尊いことで、尊いもので、尊い人。トトの代わりになるものはね、ないの。ポミの代わりになるものもない。サニ君も、サムちゃんも、そしてお父さんも。だからね、
私の代わりになるものもないわけ。そう思ったらさ、自分をないがしろにしては絶対にいけないと思う。人も物も動物も何もかもね、その存在がね、特別でね、尊いものなんです。だからね、自分を大事にすることも認めることも愛することもすごく大事で、まず自分がそうしなきゃいけないと思うの。自分のためにね、自分をね、卑下してはいけない。自分が価値のないものなんて思っちゃいけない。私にとって大切なものや人や動物がいるっていうのは、誰かにとってあなたはそうであるということ。そんな人いないって思わない。絶対にどこかにはいるから。この1年通してね、思ったのは、このね、一瞬一瞬を大切にして、全てを受け入れて、全てを愛して楽しんで喜んで生きようっていうこと。自分にはね、到底理解できないようなとんでもないことが起こるんだよ、生きてると。理解ができなくてもね、時は進む。なんでなんでなんでって納得できないって、それにもがくのは辛いこと、大変なこと。だってどんなに考えたって納得できないんだもん。自分には到底理解できないことだから。理解ができなくたって私いいと思うの。理解ができなくても受け入れる。絶対にこれは何かしらとっても大事な意味があることだっていう風に受け入れる。自分にとって意味のないことは絶対に起こらない。大きな意味をなすから起こるの。だけどそれは理解できないことが多い。なんでなんでなんでってループの中にいると抜け出せないから、理解できないことをね、理解する必要はないと思う。理解することと受容することは違うから、理解ができなくても受容はできるから、受け入れる。自分を受け入れる、他人を受け入れる、理解のできないことを受け入れる。そうしたら少し生きやすくなる。そしてそのすべてに感謝する。私はそうやってこの次の1年も生きたいと思います。もう何話してたかなんかよくわかんないんだけど、お父さんがね、1年経ったらトト君ここからお引っ越ししようって言ってて、今日はトトのお引っ越し場所を作らなきゃと思ってます。お引っ越し先はね、私の枕元にしようと思ってます。いつも本当ここにいたのよ彼。私がここに座ってるから絶対に足元にいた。夜ね、寝る時間になったらさーっと自分の好きなところに行って寝てたけど、それ以外はずっと一緒にいた。だからね、この1年はここにいてもらったんだけど、もっとゆっくりできる方がいいしね、引っ越ししようと思ってます。今日を最後にね、彼とのね、夜のご挨拶はやめようと思ってます。もちろんね、私は彼に毎晩おやすみって言って寝るけど、ビデオに撮るのはやめようと思う。時折何か彼に話をする時があるかもしれないけど、たまにその話の内容をビデオに撮るかもしれないけど、またね、何か彼に話する時はお付き合いください。午後のお外探索タイムです。ちょっと遅くなっちゃったんだけど、もう少ししたらお散歩行こうかなと思ってるぐらいの時間、待ってたみたいでパーッと飛び出していきましたね。今日も雲一つない真っ青な空、あったかくてちょっと風は冷たいけど過ごしやすい日です。トト君のね、お引越し先作ってたりなんだりしていたら5時過ぎてしまったのでね、近所一周ですね、バッとお散歩行ってこようと思います。帰ってきました。もう少しね、片付けしたらご飯の支度していきたいと思います。ご飯食べるか。すごいんだよ、冷蔵庫から芽キャベツを出した瞬間からここにポミがいます。好きだねキャベツね。よかったねポミね。ご飯少ないけどキャベツでお腹いっぱいになるね。おりこ待ってんにゃ。お薬もちゃんと飲んでね。おりこしゃ。はい、お手よしいよ。タミちゃんは待って、おかわりよしいよ、食べなさい。お、サムもキャベツから食べ始めた。ハメ美味しいキャベツ。おいしないね。よかったです。お、サムちゃんキャベツ全部食べた先に。まあちょっと残ってるか。ゆっくり食べてね。ゆっくりよ。ゆっくりガニガニして。ゆっくりガニガニ上手。お利口さんにいっぱい食べまったね。はい、なヨーグルト断じまちょうね。待ってんだよね。お利口な子。お利口なの？
あ、そうなんだ。すごいお利口なの？え、そうなんだ。ポミもタムもお利口なのか。口向いて。Good boy, good baby. おて、おかわり。おて、おかわり。おて、おかわり、もう一回して、おて、おかわり、もう一回して。おて、おかわり、上手、もう一回して、おて。おかわり、もう一回して、じゃあ最後。最後。おて、おかわり、上手、よし。Good boy. ポミ、good boy。タムちゃんは？おて、おかわり。おて、おかわり、もう一回して、おて、おかわり上手だな、おて、おかわり上手、サムちゃん、おて、おかわり上手、おて、おかわりすごい上手じゃん。いくらでもできますよね。はい、おて、おかわり、じゃあいいよ、よし。タムちゃんもグッドベイビー。おりっこ、ゆっくり食べてね。お父さん帰ってくるまでゆっくりしてましょう。それでは私もご飯食べようと思います。最近ね、いつも同じような感じだけど、トマトソース作ったのでパスタ食べます。きゅうりの漬物も一緒に食べます。いただきまーす。お父さん帰ってきたんじゃない？見に行こう。はい、出てきて。いる？いた？お父さんいた？お父さんいたじゃん。見てきて。あ、もう電気消したの、お父さん。本日も見つけましたミルクボーンでございます。ダメサムダメ よく落ちてるんです、うちの周り。こらこの前もサムちゃん見つけてた。ここのお家のこのだと思うけど、トトはね、斜め前のお家のねミルクボーン見つけて持って帰ってきてた、食べてた。あ、くるって言ってる。ダメよ、おしっこしてきて。先に座りしちゃって。うん、ちょうだいって言ってる。ダメだね。買った後でおやつあげるから。これはポイシュル。誰食べたのかわかんないじゃん。あ、お家帰ろう。お家帰って。私がまだミルクボーン持ってるからちょうだいって言ってるので、お父さんちょっとちっちゃいのなんかあげてね。一つずつそれもらって。本当にしょっちゅうミルクボーン落ちてるよね、うちの周り。なぜあればらまくもんなミルクボーン。うちもやってみようか。ばらまくよ。いる？あ、家食べてないもん、今日もね。お父さんのお口入ったやつは嫌だよ。次食べていい？黙ってあげよ、サムちゃん。黙っていい。上手じゃん、二人とも。これおしまいよ。おしまい。お花びちょびちょ。はい、よし。はい、おしまい。はい、おしまい。おとどくん、今からお引っ越しね。お父さん持ってってくれてんだけど。めっちゃ追いかけてますね。真っ暗よ、お2階。ね、電気つけて。どうですか？最後、詰め長かったかんね。ニコちゃん行ったばっかだったじゃん。え、詰め長かったし。でもニコちゃん行ったばっかだったよ。8日に行ったんだもん。で、トトくここにお引越しになりました。ヒルトンのお土産を。ダッフィーバス持ってくんの忘れちゃった。後でだって。じゃあ寝るときにしましょうね。トトくよかった。今日から一緒寝寝しようね、トトね。タニクおやすみ。タニク気に入ってるね、ここ。アーモナイトになってますね。ずっと向こう側で寝てたんだけど離れないね。やっぱりこっちの方が暖かい。お父さんも昨日これに車で寝てたでしょ。汗かくぐらい暖かかったらしいよ。サムちゃんもね、暖かくて時折ねこの中潜ってたんだけど出てきてたんだって。このぐらい暖かいらしいので、そりゃさんに気に入るよね。暖かい時期だもんね。タニクタキトトクとお話ししてたじゃん。何話してたの？秘密か。わかった。これからもまた時折話してあげてね。今日も一日ありがとう。ゆっくり寝寝してね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。タニクグッバイ。おやすみ。ポミコおやすみ。おもちゃいっぱい持ってんじゃん。サムちゃんもおもちゃ持ってるんだよ。大丈夫よ。ポミクトトくん大好きだね。でももうポミくんがリーダーだからね。そんな怒んなくていいよ。ポミがリーダーなんだよ。リーダーなんだから超リーダーでいないと。よろしくお願いしますね、お兄ちゃん。見てますね。見ないでくれって言ってますけど。
ポミクサムちゃん好きなのに知ってんのママ。ポミくん、これからも頑張ろうね。今日も一日ありがとう。ゆっくりねんねしてね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ポミクグッバイ。おやすみ。Thank you。おやすみ。サムちゃん、どこでねんねしゅんの？ポミクと一緒にねんねしゅんの？うん、それで遊ぶの？それ紐ついてたのに壊したのサムちゃん。サムちゃん元気だね。すごいな、すごい格好して遊んでますけど。サムちゃん今日でハーフバースデーよ。お父ちゃんおめでとう言ってくれた？サムちゃんトト君が連れてきてくれたんだからね、あなた。元気に大きくなってね。ポミ君の言うことちゃんと聞くのよ。そして、わかった。でサムちゃんもねんねしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。サムグッカール。おやすみ。お父さん寝てますね。早いですね、寝るの。2階上がって静かになったなと思ったら寝てた。今日は私ね、いろいろおしゃべりしたから、トト君にね、最後の挨拶して休もうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いいたしましょう。おやすみなさい。トト君おやすみ。トト君どう？引っ越し先は。ちゃんとね、ダフィー場所も持ってきたよ。お土産もあるし。新しいお友達もいるでしょ。もう一段あげたいね。こういうのがいいよね。なんかないかな。また探してみるね。これからはね、ママとね、お父ちゃんと一緒にねんねしようね。前の場所はね、防衛隊の仕事で忙しかったと思うけど、ここはもっともっともっとゆっくり休めるから、ここでトト君はもうゆっくりしましょう。今までずっとずっとずっとありがとうございました。これからもずっとずっとずっとよろしくね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。